沖縄再発見キャンペーン NEXT についていろいろ調べて、一通りですね。そしてあとも沖縄県民向けというのはもう一つの宿泊サイト。それではイオンで地域クーポンどういった内容で使えるのかちょっと見ていきましょう。サワディーカップ、こんにちは、のぶです。本日は今話題になっている沖縄再発見 NEXT 全国割についてお話しさせていただきたいと思います。ということで本日はですね、沖縄再発見キャンペーン NEXT を中心にお話しさせていただきます。正式名称は全国旅行支援かな。いわゆる全国割なんかで Twitter なんかではお話しされている話題ですけれど、今まで県民割っていうことで沖縄県は特に沖縄県民限定で旅行の費用、宿泊費などを税金を使ったキャンペーンで賄っている。沖縄県の県民割は最大 50% 割引、そしてさらに地域クーポンがもらえるっていうキャンペーンになってました。そしてそれがですね、10月10日に終了して、先日の3連休ですね、そちらで終了し、翌日今日は10月12日なんですけど、3連休終わった火曜日10月11日からスタートいたしました。と言ってもなんか結構いろいろごたごたしていて、多分一番大変のは旅行代理店かな。そしてその次ぐらいに大変なのは宿泊業界、ホテルや民泊など経営されている方なんじゃないでしょうか。そしてユーザー側もですね、なんかわからないことがたくさんあって、昨日早速見てる方などもなんかすごい大変な思いをされてる方もいらっしゃるかもしれません。僕もですね、わからないこともあるんですけれど、昨日一日、沖縄再発見キャンペーン NEXT についていろいろ調べて、一通りですね、使い方など、あとこういった使い方なんかもできるからできないかなっていうところも考えてみたので、そのあたりをぜひ皆さんに共有させていただきたいと思います。それではまずちょっと皆さん分かってること多いかと思います。分かってる方はぜひ飛ばしていただいて、沖縄再発見キャンペーン NEXT 全国割の概要ですね。そちらの方をまず簡単にだけお話しさせていただきます。ということでこちらがですね、沖縄再発見 NEXT のホームページになってます。キャンペーンは後につくのかな?すいません。沖縄再発見 NEXT になってますね。それではこちらのホームページで見ていきたいと思います。今だけ賢くお得に沖縄や沖縄再発見 NEXT 10月11日火曜日より予約利用開始となりました。と言っても後でちょっとお話しさせていただくかもしれませんが、11日からなんかうまくスタートしてるのかよくわかりませんが、沖縄県はまだスタートしてる方だと思います。そしてキャンペーンの概要です。一応読んでおきましょう。沖縄県では新型コロナウイルス感染症の影響で需要が落ち込んでいる観光関連事業者を応援するため、全国を対象とした旅行支援沖縄再発見 NEXT を実施いたします。沖縄再発見 NEXT は旅行商品や宿泊サービスに対する旅行割引に加え、お土産品店や観光施設などで使えるお買い物券地域クーポンを発行し、観光需要を喚起するキャンペーンです。本キャンペーンは国の全国旅行支援を活用して実施するため、以下の実施期間、利用要件、割引率など制度については今後変更となる可能性がありますということでございます。変更になる可能性あるんですね。ちゃんと読んでませんでした。おそらく実施期間が伸びるんじゃないかっていきなりこんな話してますが、そういうお話もあります。僕もちょっとそう予想してますが、お話していきましょう。実施期間は2022年10月11日火曜日から12月20日火曜日まで、その翌日のチェックアウト分までになっております。しかしですね、予算がなくなり次第終了となっていて、ある旅行サイト、そしてその中のある県についてはもうすでに予算が終了してしまってるっていうところもあるみたいなので、その点はご注意ください。もし旅行行こうと思って、この年内行こうと思ってる決まってる方は、ぜひ早めに予約などしていただいた方がいいかと思います。そして利用対象者は日本在住者、沖縄県内在住者も含みます。もちろん沖縄県民も含みます。そして沖縄を目的とする旅行、宿泊となっております。言いたいのは多分経由してっていうのはダメですよっていうことだと思います。そして利用要件は身分証の提示、居住地がわかるものを必要になります。よくある質問であったんですけれど、こちら日本に住んでればよくて、日本の国籍っていうのは必要ありません。なので日本の居住を証明するものがあれば、多分外国人の方であれば、詳しくわかりませんが、在留証明書とかありますよね。多分そういったもので居住地が証明できれば大丈夫だと思います。そしてこちら毎度ですが、ワクチン3回接種または検査陰性ということで、PCR 検査などの陰性の証明が必要になります。そして3番は本キャンペーンを趣旨を理解し協力できることとなっております。そして最初にお話ししておくと、陰性証明ですね。もしワクチン3回打ってない方ですね、今のところ10月中は沖縄県民の方であれば PCR 検査無料で実施してます。ぜひそちらの方を活用いただければと思います。11月以降、おそらくこのキャンペーン期間ぐらいは延長されるんじゃないかなと思ってますが、ちょっとその辺はまだ不確定でありますので、ぜひご注意ください。あと沖縄県外の方もですね、県によって47都道府県全てではないですが、県によって PCR 検査無料で実施しているところもあります。PCR とか、あと抗原検査っていうんでしたっけ？そちらの方、無料で検査をできるところたくさんありますので、ぜひ自分の都道府県確認してみてください。そして割引額ですね。割引額が旅行宿泊代金の 40% です。前回の県民割は 50% でしたが、ちょっと1割減って 40% になります。そして割引の上限額が1名1泊あたり、交通付き旅行商品ですね。まあ、沖縄県民が沖縄県っていうと、例えば沖縄本島から石垣島、それとは逆に石垣島に住んでる方が沖縄本島に旅行するっていう場合も交通付き商品となります。そういった時には最大8000円になります。そして交通付き旅行商品以外っていうことで、まあ、いわゆる普通にホテルだけを取ったりっていうところですね。そういったところは最大5000円。そして日帰り旅行の場合も最大5000円になっております。そしてこの1名1泊あたりってよくある質問にもあるんですけど、前回の県民割、沖縄県の県民割と同様ですね、添い寝の子供とかも含みます。もちろん料金を支払う子供の分も含まれますが、無料の子供、赤ちゃんの分もこちら1名1泊あたりに含まれるので、そちらの方ぜひお子さんいる方は結構お得になるケースもあります。ただしですね、ちょっと注意が必要なのが次です。米印で1名1泊あたり平日5000円、休日2000円以上の旅行宿泊が割引対象となりますということで、割引対象となる旅行の金額が最低料金が設けられてます。それが平日であると1人当たり5000円以上ないと割引の対象になりません。先ほど言ったお子さんいる方ですね、注意が必要なんですけれど、例えばご夫婦大人2人、そしてお子さんが2人いらっしゃる方、例えば0歳とか2歳で、まあ添い寝でどちらも行ける方、それで合計4名で行こうと思うとですね、一応お子さんをカウントしないっていうことができるところであればカウントしないっていうことで大丈夫のようなんですが、まあ、いわゆるですね、楽天トラベルとかもう自動的にカウントしてしまうようになります。そういったところではお子さんの分も含めて1人当たり5000円以上の旅行じゃないと割引対象にならないので、大人2人子供2人で4名になると最低料金がですね、2万円以上の宿泊や旅行代金じゃないと割引対象にならないので、ホテルだけで考えると結構1泊あたり2万円ってそれなりの高級ホテルになります。なのでプラスで考えるとですね、添い寝無料で泊まれるので、その1人分も5000円割引になるので、結構高級ホテルは格安で泊まれたりもするんですけれど、逆に考えるとですね、ご夫婦で1万円ぐらいのホテルに泊まろうと思うと、大人だけで考えると最低料金は1万円だったら上回ってるんですけど、お子さん含めると残念ながら1万円だと最低料金を超えてないということで、楽天トラベルとかそういったところだとですね、割引対象にならなくて実際にこのクーポンが発行されないような状態になってしまいますので、その点は非常に注意が必要です。でもよくある質問にあったのが、その子供をですね、まあ、実際に含まないっていうことが、まあ、その旅行先、その宿泊ホテルとか、その旅行業者、旅行代理店とかがですね、対応してくれるんであれば子供を含まないように割引を受けることも可能のようなので、その点は予約先などに一度確認してみてください。そして先ほども言いました地域クーポンですね、こちらの方が平日と休日に分かれていて、平日が3000円、そして休日が1000円になってます。前回の10月のお得情報の時にこの休日の取り扱いについてお話しさせていただきましたけど、基本的にこの12月までの期間中は休日の扱いになるのは土曜日のみになります。金曜日は平日の扱い、日曜日も平日扱いになります。なので土曜日に宿泊する場合だけ休日扱いになりますので、その場合は地域クーポン1000円だけです。そしてちょっと戻りますけど、この上限金額ですね。上限金額、休日の場合は2000円以上になりますので、土曜日宿泊の場合は1人当たり2000円以上上回っていれば割引対象になります。先ほど言ったように大人2人、子供2人の場合は合計4人で宿泊する場合、土曜日であれば8000円以上を超えていれば割引対象になりますので、先ほど言ったようにお子さんいても8000円であれば一般的なホテルとかでも泊まることができるので、そういったところでも利用してみるのもいいかと思います。そしてご利用方法ですね。まあ、非常にこれざっくりとした利用方法を書いてるんですけれど、まずは旅行代理店または OTA。OTA っていうのが楽天トラベルとかじゃらん、今で言うとヤフートラベル、193、まあその他いろいろありますけど、そういった楽天トラベルなどのサイトで申し込むっていうのが2つ目です。そして最後にホテルで直接申し込むのが3つ目になります。そういった形でまずは旅行を申し込んでください。そしてその旅行を申し込むときにですね、基本的にはクーポン券4割引きの値段で購入、旅行代金を支払う形になります。なのでこの旅行を申し込むときにですね、しっかりと4割分、1人当たり最大分の割引が適用されてるかをしっかりとチェックしていただければと思います。そして2番、宿泊先でチェックインですね。その時にですね、地域クーポンをいただけるそうです。なんか地域クーポンがまだ届いてないホテルがあったりするみたいなんですが、そういったトラブルもちらほらあるみたいなんですが、基本的にはチェックイン先のホテルでですね、地域クーポンをいただけるようになります。沖縄県は多分普通にこの紙のクーポン、以前の沖縄再発見キャンペーン、県民割の時のような紙のクーポンがいただけるみたいです。そして3番が地域クーポンを使えるお店を探すですね。これが結構大変なんですが、探して4番地域クーポンを使って、こちら旅行が終了っていう感じになります。ちょっと簡単にと言いながら長めに一応概要のところはしっかりとご説明させていただきました。あとはどういった形で予約するかなんですけど、基本的にはですね、もちろん旅行代理店、沖縄で言えば一番大きいところで言うと沖縄ツーリストさんとかですかね。あと龍房旅行サービスさんとか、龍房旅行サービスであれば龍房さんに入っていたり、沖縄ツーリストさんであれば三栄さんとか、いろんなところに店舗あったりしますよね。そういったところでも沖縄再発見キャンペーンネクストの商品売っていると思います。そういったところで店舗に訪れて購入するのもよし、あとはそういった旅行代理店でもサイトでも販売しているところもあります。HIS さんも前回の県民割の時も結構しっかりホテルを販売されてましたが、今回の全国割の沖縄再発見ネクストもですね、沖縄県民向けの宿泊っていうことで宿泊サイトをですね、立ち上げてて、前回と同じようなところなんですけど、同じような感じなんですけど、HIS さんはしっかりとそういったサイトを設けられてますので、そちらで検討してみるのもいいかと思います。こちらが HIS の沖縄再発見ネクスト、それの沖縄県民限定のプランになってます。結構沖縄県民としては嬉しいですよね、こういうのがあると。HIS のプランちょっとおまけ付きがあって、選べる入園券付きっていうことで、前回の県民割の時もそうでしたけど、東南植物楽園とかそういったですね、いろんなところのお金のかかる入園施設ですね、そういったところの入園券も付いてますので、ちょっとそういったところでおまけも付いてます。ざーっと見ますと、北部エリアで言うとオリエンタルホテルさんが2名1室、1人様あたり8700円。ヒルトン沖縄瀬底リゾートだと2名1室で1人当たり12000円から泊まれます。ちょっと一つですね、シェラトンさん、以前宿泊した時の様子など動画でもご紹介させていただきましたけど、一番最近のあそこにしようか。糸満の那代ビーチのやつをちょっと覗いてみましょうか。下の方ですね。ありました。琉球ホテル&リゾート那代ビーチ。ちょっとこちら見てみます。ペコ。こんな上空から撮るとこんな感じのホテルになっております。ぜひホテルの様子はですね、別の動画でありますので、概要欄に忘れてなければ載せますので、ぜひそちらの方ご覧ください。こっちかな？横のインフォメーションマークのところからもリンクでいけると思いますので、ぜひご覧ください。こちらで見てみましょう。ツインルームオーシャンビュー2名1室、朝食付き、沖縄観光施設選べる入場券付き。これは HIS のおまけですね。そちらで見てみると、こちら予約するを見ると分かりやすいかと思います。値段はこちらで分かりやすいかと思います。今のところ在庫状況ということで、結構こちら HIS さんのプランはまだまだいけそうですね。11月もまだまだありますし、12月もまだまだあります。例えば見てみましょうか。僕がよく宿泊するパターンの日曜泊とかで宿泊するパターンを見てみると、12月4日、1泊2日、大人2人で 29,400 円。元々の値段は 39,400 円になっております。支払い額は合計金額 29,400 円になっているので、15,000円ぐらいで宿泊することができます。結構お安いかと思います。ぜひ見てみてください。そしてあともう沖縄県民向けといえばもう一つの宿泊サイト、僕もよくお勧めしているチュラトクさんですね。チュラトクさんちょっと見てみましょう。それではこちらがチュラトクさんのホームページです。実はこちら今年最後のタイムセール実施中でございます。最大 75% オフになってます。ちょっとこちらで見ていきたいと思うんですが、最初に言っておきます。僕個人的にちょっとあまりそこまでお得なプランが見つかってなくてですね。なのでぜひこちらが絶対お得だと思わずに他のサイトと見比べた方がいいかと思います。以前だとこっちがなんか絶対お得かくらいな感じだったんですが、こちらのタイムセール見ていきましょう。タイムセール一応14日金曜日の17時までになってますので、こちら見る方はぜひご注意ください。そしてお値打ちプランということでこちら載っております。最大ですね、かりゆしビーチリゾートオーシャンスパで 73%、ロイヤルホテルで 75% とかになってます。僕結構家族連れにはこのかりゆしリゾートオーシャンスパ結構おすすめなんですけど、こっちプラン見てみましょう。さっきの 75% はですね、こちらのプランになります。夕食もついてるプランですね。夕食、朝食ついてるプランです。平日がだいたい 17,000 円。そして金曜日とかが 19,000 円。土曜日も 19,000 円の日程もありますね。そういった値段の設定のプランになってます。例えば10月28日の金曜日とかでちょっと見てみましょうか。こちらで見てみます。こちらですね、大人2人で合計 17,000 円です。そして沖縄再発見ネクスト支援金額が 6,800 円。そして現地のお支払い金額がそれを引いた 12,000 円になります。そして今金曜日にやったのに地域クーポンが6000円もらえます。そしてこちらのプラン、夕食付き、そして朝食ももちろん付いているプランになります。1200円で朝食、夕食付きのプランですね。結構安く泊まれるかと思います。見てみてください。ということで以上でですね、一通りこの宿泊のプランとかを見ていきましたが、次にちょっと使いづらいとお話しさせていただきました地域クーポンの方を見てみましょう。こちらが沖縄再発見ネクストの地域クーポンが使えるお店の羅列になります。羅列って言い方悪いですね。一覧になります。地域クーポン登録件数659件。659件って多そうに一瞬思いますが、結構少ないですよね。実はですね、本当に少なくてですね、僕の本拠地である宜野湾市を見てみるとですね、宜野湾市にしてしまうとなんとですね、7件しかありません。サムズアンカーイン、そしてしゃぶしゃぶの赤瓦さん、あとはマリン関係かな。ナルワン沖縄マリンサービスでいいのかな。こちらのマリン系のお店、そしてラグナガーデンホテル店舗、ラグナガーデンホテル内の多分お土産物屋さんですね。そしてエンズマリーナインマーシーもそうですね、宿泊施設内のテナントになります。あとはやちむんと暮らしの道具マノっていうクラフトショップとかやちむん屋さんですね。そういったところも対象です。そしてあと宜野湾マリン支援センターということで、安室ちゃんの郵便ポストがあるところですね。ここも基本的に多分マリン関係のアクティビティできるところだったと思います。こういったところで本当に非常に少ないです。もうちょっと広げて沖縄県中部で見ると104件になります。基本的にですね、ざーっと見ていただいたらわかるんですけれど、体験物、そして宿泊施設内のお土産物屋さん、そして街にあるお土産物屋さんですね。あれ一つ目なんて言いましたっけ？飲食店言いましたっけ？一度動画撮影させていただいたロングソフトクリームさんも対象店舗になってます。時々あるのがですね、レンタカー屋さんでも使えます。なのでやっぱりマリンスポーツとか、こういうアクティビティ体験ものを元からですね、計画されている方は本当に地域クーポン使いやすいかと思います。地域クーポン使ってぜひアクティビティとか対象店舗で予約して楽しんでいただければと思います。あとホテルで夕食とか特についてなくて、もちろんやっぱり夜ご飯ぐらい、お昼ご飯もですね、ランチはほぼ外で食べる方多いかと思いますが、そういったランチとか夕食に使うことができます。ちょっと注意していただきたいのがですね、例えばホテルの朝食なんですけど、全てのホテルが地域クーポン対象のお店で出てないんですよね。一つ思ったのが、先ほど宜野湾市なんですけど、宜野湾市プリンスホテルはできてると思うんですけど、あとラグナガーデンホテルもか、そういったところがなぜか地域クーポン対象のお店になってないので、徐々に増えてくるとは思うんですが、ホテルの朝食で地域クーポン使おうと思ったら対象外だったみたいなこともあるかもしれませんので、その点お気をつけください。あとタクシー会社とかもありますね。そして先ほど言ったレンタカーなんですけど、レンタカー結構皆さん空港で借りられる方多いかと思いますが、空港で借りると基本的に多分先払いになって、ツアーとかで申し込んでなくても先払いになって、地域クーポンない状態でお支払いしないといけないかと思います。なので、特に那覇近辺に宿泊される方ですね、もしかしたら大変かもしれませんけど、ユイレールとか使って、あとは那覇だったら空港からタクシーでもそこまで、人数いれば特にですね、そこまで費用かからないので、タクシーやユイレール、モノレールなどを使ってホテルに行って、ホテルにチェックイン、まずチェックインの手続きだけですね、していただいたら多分地域クーポンいただけると思うので、その地域クーポンを持ってレンタカー屋さん、そうすると地域クーポンを使ってお支払いすることができるので、そういった流れがレンタカー付きのプランとかで予約してない方はその方がいいかもしれません。ぜひそういった使い方も検討してみてください。あと地域クーポンですね、こちらイオン串カー店、そしてイオン茶炭店など出てるんですが、こちらお土産って出てるんですよね。これがですね、なんだろうと思って、実は昨日イオン茶炭店に行ってちょっと確認してまいりました。それでは現場のノブさんどうぞ。ということで現場のノブでございます。こちらイオンにやってまいりました。看板ちゃんと映ってるかな。それではイオンで地域クーポンどういった内容で使えるのか、ちょっと見ていきましょう。ということで聞いてまいりました。なんかちょっと面白い回答だったんですけど、基本的にはこちらですね。ちょっと書いてたポスターだけ写真撮ったんですけど、こちらの方県民割の沖縄再発見キャンペーンの地域クーポンっていう感じなんですけど、一応お話聞いたところ、今日からスタートする沖縄再発見もっていう言い方されてたので大丈夫だと思います。全国割の方も同じ話で大丈夫だと思いますが、基本的にはイオン茶炭もお土産店のところですね。お土産店というかお土産コーナーのものを購入してくださいっていうことになります。なんですけど、これ多分ですね、使う前に一度ービスカウンターで確認した方がいいかと思いますけど、ちょっとですね、あそこのお土産コーナーに売ってないオリオンビールを買いたい、あと青森を買いたいっていうのはどうですかって言ったら、その辺りは大丈夫ですよっておっしゃってました。そしてそれに普通の言えばちょっとした食品、お土産でもないような食品が混ざってても、その辺はちょっと担当の方にもよると思いますけど、多少混ざってても大丈夫ですよとはおっしゃってました。僕が聞いた方はそういった感じでした。なので基本的にはお土産コーナーのものを購入して、その中に普通のジュースとかが混ざってても一応は大丈夫のようです。ぜひイオンさんで地域クーポン使われる前にですね、支払いはサービスカウンターで珍しくするみたいなんで、サービスカウンターで聞いてからぜひ購入してみてください。それでは現場からは以上でした。お返しします。先ほど現場でご説明させていただいた通り、イオン北谷店、串川店も多分おそらく一緒だと思います。基本的にはお土産になりますので、その点注意してください。普通の店舗では残念ながら利用することができませんでした。ということで、地域クーポンですね、こういった使い方っていうか何個か例をお話しさせていただきましたけど、最後ですね、もう最後の手段はやっぱりお土産物を爆買いするしかないかなと思います。空港のお店も地域クーポンを使えるお店あったので、本当に最終空港で余ってる場合はぜひそちら空港の対象店舗に行ってお土産品をちょっとたくさん買ってみてください。もう本当にそれはですね、無駄遣いになってしまうかと思いますが、紙切れとして捨ててしまうよりはいいかと思いますので、お店側もいいかと思います。税金でもらった地域クーポン、ぜひ最後まで使い果たしてください。ということで以上でですね、沖縄再発見キャンペーンネクストについてお話しさせていただきました。最大4割安くなって、そして平日だと地域クーポンが3000円もらえるキャンペーンになってます。なんだかんだ言ってやっぱり宿泊するそういったところでも非常に安いかと思います。沖縄県から沖縄県外に出られる方もですね、各県で全国割スタートしてます。ちょっと県によってですね、やり方とか細かなルールが違ったりするので、その点はぜひ行きたい旅行先の全国割のホームページなどぜひ確認してほしいんですが、ぜひ皆さんちょっと頑張って計画してみてください。ということで本日は改めまして、全国旅行支援全国割沖縄再発見ネクストについてお話しさせていただきました。普段はですね、沖縄県の美味しいお店とか、そういったところを中心にお話しさせていただいています。月1回ですね、お得情報っていうことで、月初の動画では沖縄県民向けのお得情報ということでお伝えさせていただいたりもしてます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ。バイバーイ。